はようございます。1月の下旬に春秋社から出版した初めての人に送る般若心経が早くも増刷されることになりました。短い期間で増刷になるとは嬉しいことです。出版社のご苦労というのを思うと増刷にならないと申し訳ない気持ちがするものでほっとしています。やはり般若心経という経典が人気があるのだと改めて思います。一昨年に花園大学で講義したものを出版社が求めてくれたのですが、講義をするにあたって私ももう一度般若心経を学び直しました。その時に参考にした本はたくさんありますが、一番はやはり全文化研究所から出ている山田無門老師の般若心経であります。この本については全文化研究所の YouTube でも紹介する予定であります。それから竹村牧雄先生の般若心経を読み解く角川ソフィア文庫であります。他にもダライラマ芸家の本やティクナット・ハン氏の本なども大いに参考にしました。般若心経ではまず五運開空ということが説かれています。まずお互い自分があると思い込んでいますが、それは5つの要素の集合体であると知ることが大切なのであります。ダライラマ芸家は我々自分自身の存在も世界も宇宙も一切がこの五運の各要素からできている。大切なことは五運の他には全宇宙に何もないということであるとダライラマ般若心経を語るで仰せになっている通りであります。五運をしっかり理解することが土台であります。そこで山田無門老師の般若心経にある五運の解説を参照してみましょう。五運、運というのは集まりの意味で、お互いの肉体と精神は後のところにも出てくるように色、重、層、行、色の5つが集まってできておるのであります。第一の色は物であり、我々の肉体のことであります。お互いの体というものは四大といって、地水火風の4つの元素が集まってできているのだというのが仏教の見方であります。まず骨とか髪の毛とか歯というような硬いものは血の成分であります。血液や胃液などの体液は水の成分、また生きている間は体が温かいが、これは火の成分であります。そして心臓が動いたり手足が動いたりするのは風の成分によるのだと言います。このように四大が集まってこの身体を構成しておるので、肉体のことを色とも言うのであります。しかしこの次第によって成立しているお互いの肉体も現実にあるように見えてはおるが、その内容は刻々と一時も休みなく変化しておるのだから、あくまでも仮の姿、集まるべき因縁がなければ元の次第に分散しているだけだ。この肉体はあるがままに空であると見ていくのが般若の知恵であります。第二の運である呪は、客観世界を受け入れるという意味で感覚の集まりのことです。我々は目で物を見、耳で声を聞き、鼻で香を嗅ぎ、舌で物を味わい、体で触れていく、そういう感覚があって初めて人間というものが成立するのであります。しかしその感覚もそれが働いている刹那だけで済んでしまえば何もない。一切の感じもあるがままに空である。第三の層は判断の集まり、感覚を受ければおのずからそこに判断が出てくる。花はくれない、柳は緑と判断をし、ワンと鳴けば犬、ニャンと鳴けば猫といちいち判断していくのであるが、
これもその刹那だけの働きであって済んでしまえば何も後に残るものはない。そのままが空である。第四の行は判断が行為に移ること、意欲という働きであります。あれが見たい、これが欲しい、うまいものが食べたいと、まことに人間は欲の集まりでありますが、この欲も満たされてしまえばあとは何もなくなってしまう。あるように見えてはおるが実在するものではない。そのまま空である。第五の式は荒屋式、翻訳して元造式。お互いが生まれてから得た経験と知識のすべてを蓄えておる蔵であります。いわば記憶の集まりで、無限の過去からの複雑な記憶の集まりがいわゆる自我と言われるものであり、我々の行動と存在を決定していく主体性というものであります。凡夫はこの自我を実在のように思ってもっぱらそれに執着しているのですが、そもそもそれが罪の始まりであり、迷いの始まりであります。このように第一の式は肉体で、後の重層行式は精神ですが、この我々の肉体も精神も実在するものではなく、その五蘊はあるがままに空であると教えるのが仏教の人間観でありますと解説してくださっています。具体的で分かりやすい解説であります。それから般若心経では五蘊の一つ一つが空であると説いていくのであります。色は空に異ならず、空は色に異ならず、色即是空、空即是色というところをどのように無門老師が説かれているか参照してみましょう。皆さんが座禅をしてしばらく座っておられると体は空になる。座禅をせんでも皆さんそうやって話を聞いていらっしゃる時には、体はあってもないと同じことでありましょう。空である。背中のあることも、心臓や肺のあることも、胃や腸のあることも意識しない。体のあることを意識せずにそこに聞いておってくださる。身体は空に異ならずだ。この暑いのに野球を見て気違いのようになって応援している人たちは熱狂してしまって自分の身体は忘れておる。身体は空に異ならずだ。夢中になって野球をやっておる選手たちも自分の身体は忘れておる。こう体験的に考えていただく方が理屈抜きにしてよくわかると思います。心臓や肺はあってもないに同じことだ。意識に上らん。肺や心臓のあることをいつも意識しておいでになる方は、これは病人である。心臓や肺の悪い人だ。胃のあることを意識して座っておられる方は胃の悪い方だ。それでなかったらお腹の空いた方だ。みな胃のあることも、心臓のあることも、肺のあることも、身体のあることも忘れて毎日日暮らしができるのであるから、身体は空に異ならずだと実践的に説いてくださっています。こういうところも禅の教えでは大事なところであります。わかりやすい口調でありますが、実に奥深いところであります。このように思辨的に理論的に空とは何かと考えるよりも、実践の上で体得していくことが大切であります。やはり般若心経は観自在菩薩が深い般若波羅蜜多を行じて説かれた教えなのであります。我も忘れて一心に度胸したり写経したりして行じるのが一番なのであります。それでは姿勢と呼吸と整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチをスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げていって、
て吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をギューッと持ち上げていって吐くと同時にストンと下ろします。最初一息息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。